愛知県碧南市では野菜の収穫体験ができる農園に名古屋市から遊びに来ていたこちらの家族。夏休みの最終日に、ま、天気もギリギリ持ちそうなので子供たちも好きな野菜狩りに来ました。夏休みの思い出を聞いてみると、御嶽。学校いつから始まるの？明日か。学校にも行きたいなと思ってた。今日、妹と一緒に収穫したのはあれ、でっか、これ何？落花生と落花生、でかいね。うわ両手でも持ちきれないほどのさつまいも。簡単だった？難しい？簡単だった。楽しかった。ね、秋の食べ物で、やっと夏が終わって、いいなと思います。早速、今日の出来事を絵に描いてくれた2人。夏休み最終日に、早くも秋を満喫していました。